黒子をしていて一番辛い企画は何でしたか。さっき話題で上がっていたら飛ばしてください。あ、ごめんなさい、ここ読まなくてよかったですね。私のメッセージです。鈴木さん、ブッコロのことは好きですか。もちろん、大好きです。本当ですか。伝わってません。伝わってますよ。 TVK 出てんだよな、ブッコロって。なんならこの間テレ朝出ましたからね。見ました、皆さん、こうして、はい、欲を言えばニュースステーションに出なかった。久米宏。久米宏と絡みたかった。欲を言えば、まあ、ありがたいことですけどね。ブッコローでやってみたい動きはありますか。卒業するにあたって最後にやっときたいみたいなことですか。結構やりましたけどね。踊りましたしね、飛びましたし、ね、餅もつきましたし。せっかくなら自分じゃできなかったようなことをせっかくならやってもらえるからね。あ、頭を噛んでないとか。これはもう絶対できないですもんね、はい、あ、いや、できるんじゃないですか。あ、できなくない。スト2にマニタ百貨店が出店される可能性ありますか。ないですね。結構即答ですね、はい、ない。あ、でも分かんないです。面白いかもしれません。いや、でもマニタ百貨店って何を百貨するかよく分かんないですから ね、 ね、なんか意外と面白いかも。意外とね、マニタさんのイベントの方がいいかもしれないですね、百貨店で。黒子さんの体勢、かっこしゃがむの長時間は辛くないですか。はい、お風呂用の椅子に座ってたんですけど、はい、なので全然私は大丈夫でした。動画になるとなかなか10分超えるものもないですけど、私が喋りすぎて2時間とかもありますよね。え、2時間でも疲れないですか。そうですね、あの、そんなに。え、でもなんか3代目4代目はきつかったってみんな言いますよ、終わった後。私の体型がぴったり合うのか、シンクロしてるんですよ、うん、無駄な姿勢にならないというか、力入ってない。いやいや、もう、はい、いやいや、それを人はシンクロって呼ぶんですよ。シンクロして暴走モードに入ってるって言うんですよ、それは。一回、ただ、あの、前東戸塚のうちの本社のビルがあるところで撮ってた時に、はいはいはい、あそこで何本か撮った後に閉店後のここに来て徘徊を撮った回、日があったはず。ありましたね、ありましたね。それはさすがに疲れましたね。1日やってましたね、はい、きついのありましたね、今までいっぱいね、はい。